勝利？久しいな、二人とも。息災だったか？いやいやいや、勝利、お前がなんでここにいるんだよ。悠々と闊歩するのであれば、目先のものだけにとらわれていてはならない。自由で豊穣なる風の国、実に良きところだ。だが、ここでお前たちに会えるとは思わなかった。行幸だな。では煙火茂り場で一杯入れてもらおう。濃いめで頼む。透き通る茶の色は美しく、口当たりも甘く芳醇。そして後からカカの香りが広がっていく。おお、勝利はお茶を飲むにしても他の人とは一味違うな。おいらだったらごくりと一口で飲んでうまいくらいしか言えないぞ。丁寧に心から味わうことは、茶を入れてくれた人に対しての敬意でもある。いい茶とはめったに出会えないものだ。そしてその茶で人を喜ばせることができるものは、さらに貴重な存在と言える。そっか、なるほどな。じゃあお茶の味わい方をオイラにも教えてくれよ。まずは匂いを嗅いで、それから飲めばいいのか？ああ、そうだ。茶葉にはそれぞれ特徴がある。茶を飲んでいくうちにそれが自然と分かってくることだろう。茶の香りを嗅ぐことで、その良し悪しも多少わかるようになるはずだ。湿った匂いと強く焦げた香りがする茶は、質の良くないものだ。一方、甘美でまろやかな香りがする茶は、質がいい。よりこだわりたいのであれば、リーウェに古くから伝わる品香灰を使うといいだろう。これは香りを味わうための専用の茶器だ。どうしよう、なんだかこれまでずっとお茶で損をしてきたんじゃないかって気になってきたぞ。気にするな、学問とは奥深いものだ。いつ始めようとも遅すぎるということはない。初めてであれば、まず湯の色を観察し、そして香りを楽しみ、最後に茶をいただくといい。浅いところから入り、徐々に深きところへと歩を進めていく。これはあらゆる物事に通ずることでもある。リーウェの北西にある行栄荘は茶業で有名だ。ただ今日話したことの大半は、リーウェの伝統を重んじる俺、茶を飲む習慣や文化は地域によって異なるものだ。おいら完全に理解したぞ。覚えられるかどうかは怪しいけど。礼を言おう。このようないい茶を飲むことができ、足を運んだ甲斐があったというものだ。もしいつかお前が茶館に立つ日があったら、必ず俺も行こう。でもオイラたち忙しいし、茶館で働く暇なんて。いずれにせよ、機会があれば俺は。さて、今日はこのくらいにしておこう。お前たちの仕事がうまくいくよう祈っている。ふん、代金はいつも通り王城堂に請求しておいてくれ。